キラリと光る光の目、安らぎ捨てて全てを捨てて悪を追って空かける。 Change the apartment。001対クモ男。ゼロゾロン、これで年貢の納め時だな。逮捕された怪盗ゼロゼロアンは直ちに警視庁へ連行されたのである。俺たちの裏をかいて次々に盗みを働いていた怪盗ゼロゼロアンはもっと殺そうとした男だと思っていたんだ。それなのにお前と来たらしょぼくれやがって。なんだ、なんだ、好きなことに打ち込んでる時の男の人っていい顔してるじゃない。うるさいんだよもう。その怪獣を見たのは誰なんだい。あら、興味あるわけ。いや、別に。ねえ、聞いてよ。その怪獣を見たのはね、警視庁捜査三課の現職の刑事よ。その松本って刑事さんの話によるとね、怪獣はすごい光を発したんだって。すごい光？そう、目がくらむような光だって。ねえどう思う？私その怪獣と逃亡した怪盗001とのつながりを追ったら特ダネになると思うんだけどな。よし時なよ。 UFO の映画じゃあるまいし、そんな怪獣いるわけねえだろ。だけど山城拓也は再び鉄十字団が暗躍を開始したことを察知し、強い憤りを感じていた。我が目を見よ。
じてはいけません。さあ、じっと見るのよ。あなたは身軽な体を持っています。どんなビルでも平気でよじ登れますね。あなたは今日からスパイだ。スパイダーマン。そうよ、スパイダーマンなのです。ビルからビルへ忍び込み、好きなだけ盗みまくるのです。いいですね。盗むのです。荒らし回るのです。連れておいき。モンスター教授、スパイダーマンは偽のスパイダーマンが現れたと知ったら姿を現すでしょうか。必ず姿を現す。スパイダーマンを倒さぬ限りわしの夢は実現できん。何としてもスパイダーマンの正体を暴き、奴を殺してやる。催眠をかけられた岡部は直ちに行動を開始したのだ。怪盗スパイダーマン暗躍、電光石火の早業、大都会を我が物顔で荒らし回る蜘蛛男、怪盗スパイダーマン依然行方つかめず。山城拓也はスパイダーマンの偽物を許せなかった。そこで彼は恋人の瞳を、怪盗001を追う警視庁捜査三課の松本刑事に接触させた。しつこい人だな。さあ早く。何の恨みがあって俺をつけ回すんだ。あら、ご迷惑。当たり前だ。刑事さん、昨夜逃げられた怪盗001をパクるつもりなんでしょう。逃げられた逃げられたって大きな声で言わないでくれよ。それがお前さんとどういう関係あるんだ。終わりよ。どうして。刑事さんが怪盗001を追い詰めて逮捕する、その決定的瞬間を私がカメラでパチリ、その写真が全国に報道されたら刑事さん一躍時の人よ。時の人か。うん、ギブアンドテイクでいきましょうね。いつだこんなところに張り込んでるの。もう3時間も経つわ。疲れちゃった。ウーマンリブでも弱音吐くところを見ると女なんだな。失礼ね。怪盗001は必ずこの近くのビルに現れる。それは刑事としてのか、それとも。奴は3ヶ月前この辺りのビルを荒らし回ったんだ。そろそろ前戻っていい潮時だ。怪盗001だ。いないわ。行くぞ。しまった、遅かったか。またもや蜘蛛男現る、警視庁眼色なし。ん、お兄ちゃんったら亡くなったお父さんにそっくりね。お父さんもお食事の時はいつも新聞読んでた。お母さんに叱られていたっけ。うん、お行儀が悪いわよね。お兄ちゃん、私の言ってること聞いてないの。こんにちは。ああ、
私ったらどうしてこう間抜けでどうしようもないおっちょこちょ。やだちゃう。ゆうべ特ダネをつかむチャンスだったのにさ。私ったら。元気出せよ。特ダネをものにできるチャンスはまた来るさ。それもそうね。お腹すいちゃった。え？あら、こりゃ色気より食い気だわ。偽のスパイダーマンの暗躍は俺をおびき寄せるための罠かもしれない。しかしスパイダーマンの汚名を注がなければならない。スパイダーマンが泥棒していると世間の人たちに誤解されたくない。偽のスパイダーマンは勝手知ったビルを荒らし回っている。一昨日の夜はここ、そして昨夜はこの一帯だとなると今度はこの辺りかもしれない。スパイダーマン、スパイダーマン。山城拓也は必死に偽のスパイダーマンを探し求めたのであった。やつが偽物では、やっぱり。現れたわね、スパイダーマン。お前が姿を現すのを待っていたのよ。地獄からの使者、スパイダーマン。には用はない。助けてくれ、助けてくれ。そこから飛び降りて死ね。スパイダーネット。スパイダーマシン GP7。
鉄十字団の恐ろしさが分かったか。奴らは血も涙もない。お前が連れ込まれた鉄十字団のアジタはどこなんだ。教えてくれ。目隠しされてて分からない。どうして泥棒になったんだ。人のものを盗むのは悪いとは思うのか。俺の耳にはあのジンタの音は。俺は生まれつき身が軽い。そして子供の時からサーカスに憧れていた。きっとサーカスを好きな多くの子供たちがいるに違いない。その夢を多くの子供たちに与えたかったんだ。俺はどうしても世界一の軽業師になり、子供たちに夢を与えたかったんだ。そのために金を盗み自分のサーカスを作ろうとしたのか。そうなんだ。お前の行為は間違っている。盗んだ金で夢を与えても子供たちは決して喜びはしない。俺が悪かった。罪を償って新しく生きるんだ。鉄十字団が来る。俺が奴らを引きつける。お前は警察に電話をして一切を話すんだ。さあ。かけてやれ。あ、スパイダーストリング。バカ者、明るい太陽の中でそんな光が効くものか。だから俺は太陽が昇るのを待っていたんだ。気は行くよ。スパイダーストリング。貴様、何者だ。マシンベム。レオパルト2とキングだ。マーベラーチェンジレオパルト。
敵の口が飛ぶ。負けてたまるか。アーキターン。レオパルト、ソードビッカー。危機を脱したスパイダーマン。だが誰一人としてそれを知る由はない。孤独な戦いは果てしなく続く。負けるなスパイダーマン。闇深く響く地獄の足音、眠る父よ、胸に秘めた非情の定め、さらば友よ誓いの友よ、俺はただ一目の前に広がる風景は昨夜見た夢にそっくりだ。悪夢から目覚めた山城拓也に迫り来る死への正体、鉄十字弾モンスター教授のスパイダーマン抹殺計画、危うしスパイダーマン。次回、恐怖の半魚人、奇跡を呼ぶ銀の糸、どうぞお楽しみに。